東京は暑くなってきた。半袖の季節だよ。メイメイさん、タトゥー入れてるよ。あ、ジョンさん、前からあったよ。ということは、温泉に入れない？うん、普通の温泉は、まあ、タトゥー禁止だと思うけど、家族タイプとかもあるよ。温泉はアニメみたいに日本の素晴らしいところですよ。そうですね。これはあかん。結婚式はウェディングドレスを着てタトゥーを丸出しするの？ああ、私は結婚パーティーしかやったことがないけど、確かにウェディングドレスだと見えるよね。会社の健康診断はどうされますか、メイメイさん？あれは会社旅行に行けばバレるよ。あ、すぐバレるよ。確かに。メイメイさん、あなたもしかして？いや、そんなことないから。ジョンさん、ねえ、今日はタトゥーの隠し方を教えてあげるよ。隠し方？そうよ、ほら見て、タトゥー、タトゥー消えてく。消えました。チュチュチュ。アニメの魔法少女みたい。最低級。魔法じゃないよ。タトゥーでも隠せるボディファウンデーションがありますよ。カバ力がすっごく高くて、汗にも水にも強いファンデーションだよ。タトゥーを隠すためにマーシュフィールドのボディ用ファンデを使います。私2番ナチュラルベージュと20番レッドと10番ホワイトを使って肌にフィットするために混ぜていきます。指を使って優しくポンポンと塗っていきます。カバーしたいエリアの周りをぼかしていきます。乾いたらパウダーで押さえていきます。では腕のタトゥー全部隠します。隠しました。これで温泉に行けるかな。温泉がないので風呂に入ってみます。どうなるかな。おお、すごい。メイク全然落としてない。全然落としてない。お風呂に入っても落ちない。なので温泉でも OK。 素晴らしいでしょ。ジョンさんは大好きな海ちゃんの入れ墨を入れようと。おー、 OK、 ジョンさん。このファンデはね、すっごい落としにくいよ。これを使って落とします。うぅぅ、じゃーん、イエーイ、戻ってきた。まあ、タトゥーはね、日本だといろいろ大変なんだけど、私にとってタトゥーはアートだと思います。でも皆さんはどう思うのでしょうか。そういえばね、下のリンクからこのサンプルを無料でもらえます。この動画が面白いと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。あー、しー